ホワイトスコーピオン8人目のメンバーはニコ、11名が新アイドルグループホワイトスコーピオンのメンバーに決定いたしました。緊張ですか？そわそわずっとしてるんですけど、あとは結果次第なんで、はい、ドキドキしてます。ファイナリスト15人目はナビ。ホワイトスコーピオン1人目のメンバーの発表です。最初は本当に心臓が止まらなくて、なんか受かるとは思いたかったけど、でも名前呼ばれるごとにサマーが呼ばれて、4人目はサマーさんです。正直ないなって思っちゃった自分がいたんで、その何人か後に呼ばれた時は本当に頭が真っ白になりました。ホワイトスコーピオン7人目のメンバーはニコさんです。7人目はニコさんに決定いたしました。歩いてる途中で正気に戻って嬉しいってなって急ぎますねで、ステージ行ったらニコっていろんな人が叫んでくれたり手振ってくれたりしてる人たちがいて、もっと上を目指していかなきゃだなとは思ったんですけど、やっぱり目の前の人たちから大切にしていかなきゃ次につながんないので、目の前の方々を平和に幸せにできたらいいなって思いました。今の気持ちはやっと次に進めるなっていう気持ちです。やっぱりゼロから始まったこの企画でまだスタート地点に立ててなかったので、ようやく今立てたなという気持ちが強いです。みんながこのグループのことを心から愛して、その11人から輪がもっと広まって世界中の方々に愛していただけるアイドルになりたい。このホワイトスコーピオンを通して私たちは満場一致で世界を目指して駆け抜けていきたいと思っています。初心を忘れず感謝と礼儀を一番大切にして、何年経ってもいいんでみんなこぼさず11人で世界の上に進めたい、進んでいきたいです。ニコやったー